はい、それでは始まりました内手会議京都、えー、ナビナビゲーターを務めますのは綿全旅館の若狼小野でございますよろしくお願いいたします、えー、こちら内手会議京都なんですけれども2021年5月にスタートした番組でございます 打ち手があれば道は開けるということで、えー、打ち手会議のご説明をさせていただきます。えー、マークこと林正勝さんが著名人専門家打ち手イストの皆様に日本を良くする解決手段打ち手をお伺いする30分のライブ配信企画でございます。 えー、内手会議京都司会員私のプロフィールご紹介させていただきます、えー、私は京都の市場からスマから徒歩8分のところにある渡前旅館の若狼でございます、はい、では内手会議の構成をご説明させていただきますまず内手一斗さんの自己紹介をいただきまして現状の分析と課題を教えていただきますそしてそれに対する内手のご提案をいただきましてお知らせ 頂戴しますそして最後に1分ほどで、えー、本日のお話打ち手をまとめていただくということで30分のライブ配信でございます。それでは今回最終回ということで第12回目でございます。ゲストはこちらの方です。じゃん。 <laughs> こんにちは。初めまして。一般社団法人知恵ノア代表の福田と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では早速なんですけれども、自己紹介をお願いしたいと思います。はい。自己紹介させていただきます。私一般社団法人知恵ノア福田と申します。まあどっちでもいいんですけども。<laughs> はい。だ <laughs> って言ってしまいそうになる。そうなんですが。はい。で、ちょっと発音しづらいので、はい、いつもあだ名は福ちゃんっていう。 たがつかないっていう感じで大学3回生の時にですね一般社団法人知恵の輪というのを立ち上げまして、うん、今、卒業後あの社会人半年が過ぎたぐらいなんですけれども、はい、仕事としてちゃんと、なりわいとしてさせていただいておりなんかこのご経歴もそうですけど、はい、だいいぶお若いですよね <laughs> は23ですね <laughs> すごい、多分このゲスト最年少ゲストございますね。 はい、オーバーツーリズムの研究あ大学三年生の春オーバーツーリズムの研究っていうことなのではいそれえ2000何年やそれ19年ですね 2019, あ2019年はもうすごかったですねそうですすごかった時の4月ぐらいから始めて、うんはい、ヒアリングを始めてその10月に設立して で12月ぐらいから肺炎の話が聞こえてきて<ー>その次の4月にも緊急事態っていうような<ー>、まあ、もうドトのあれ一般社団法人立ち上げたけどみたいな、はい、存在意義問われるみたいな、うん、感じだったんですけど。<laughs> いやそうだけど2019年オーバーツーリズムの研究を始めはってその頃京都の学生さんや京都大学に進学して実は私全然京都関係ない人でして生まれは千葉です、うんえっと、育ちが埼玉と台湾で本籍は名古屋でみたいな感じで<ー>結構ぐちゃぐちゃなんですよ。す<ご> <laughs> 大学生の時に初めて京都にいらっしゃったんですたいいいなと思いましてこの街に何かできたらいいなっていうところで何かお力になれないかなと思ってですねその一方でオーバーツリズムっていうところ違和感っていうところがあったのでそこに対して魅力ながらお力になれたらなというところで。ありがとうございます で今は、えー、と社団法人を学生さんの間に設立されて卒業後もその社団法人の活動を続けられているということなんですね。お仕事として。大道ドリンコさんは契約締結ことで一緒にこうされているような感じですす、ね、そうですあのプロ契約っていう契約をしていただいておりましてスポーツマンと同じ感じの契約を大道も他のスポーツマン契約してるんですけどそ,<う><ー>それを社会に。面白 起業家、はい、っていうんですかね、というのと同じでできませんとかってお聞きしたらしていただいたんですよ。<laughs> 聞いたんですか。<laughs> んす <laughs> そんな枠はもともとあったわけじゃなくて,ななて初めて。本当に,本当に多分、面白い。他に多分いらっしゃらないと思うんですよ。えじゃあ、もう初めて大同ドリンク初のプロ契約。スポーツとは違うプロ契約。あそうですね。<laughs> はい。また周りでも、npo さんとかされてる方でも、聞いたことがないので。うん すごいい <laughs> 面白いそんな感じです<や>、はい、そんな福田さんですけどよかった課題を教えていただければなと思うんですがわ、はい、かりましたではですねちょっとスライド用意したので、うん、そちら、はい、お願いしますはいまずお聞きしたいのがです、ね、旅行や観光はお好きですかというところで、うん、どうどうでしょううん、うん、好きなんですけど。はい あんまり行、ね、けなくてあのそれ、ね、あーオーバーツーリズムって言われてた時観光事業者の側としてはほぼ行けなかったですね。大好きです ありがとうございますあの今の時代ってこうスマホを一つあればですねもうテレビも見れて、ね、ドラマも見れてご飯も届いてとお化粧だって届くと何でもこう届く時代にですね、はい、私たちはわざわざ外に行く旅に出るというところで、はい、ちょっとですね今海外行けないんですけども海外に行きたくなるようなスライドを用意しましたじゃじゃーんとーこの風景いいですよね,いいすねこれいいですよねいい着きましたとあいいあ着きましたといい言いついたと <laughs> こっちはアジアですね、日日自然ですね、海ですね、行ってよかったな、また行きたいなと思うのが、まあ、観光、旅行かなというふうに思っております。はいまあ、ただですね、その一方で、じゃじゃんと、まあ、あのあプラスチックかなはい、そうです、<ー>プラスチックごみだとか、竹林の落書き、ひやえこれ京都じゃないで,すか、ね、ではないところなんですけども、まあ、落書きとか放置ごみ、<ー>そういったものを見ることがございます。うん そういったものはですね、こう非日常にいた観光客旅行者をですね、無言のままに日常に連れ戻すそんな存在かなというふうに思っております。またですね、このツーリストゴーフォームレフェジュスウェルカムとか、骨このこれやばいですよね、<や>ツーリストと You われる、はい<う>、言われるグジュリチュマイデイリーミズリって書いてますけど、あなたの贅沢な旅が私の散々な日々を作りますみたいな感じですよね。うこういう多分この 場所ではではすね多分スーパーに売ってるのは卵や牛乳じゃなくてお土産とか、うん、生活しづらいんんだとは思うんですよんまあ住まう人と訪れる人との圧力、うん、まあこういったものをまあ見ますという中でですねこれがまあ課題になってくるんですけど、ね、京都でもね、うんはい、すごかったよねお手洗いでもゴミ箱山盛りになってたりとかあのバスでもこう大きなかばん持たれてる方と。 普段生活されてる方が乗れないとかですごいもめたりしてそうなんですよ本当になんかこう大きなバッグ持ってゴロゴロって人気きはったらこうなんかすごく邪険にあ、うん、扱うというかそんな光景はよく見ましたね京都でも。はいそうですねあとよくあるのが、うん、あの日本人って会釈下手なんですよね。 あー <laughs> あのヨーロッパですねは会釈文化なので目があったらニコッてするのがああの習慣といいますか挨拶なんですけども目あってニコッとしたら日本人の方恥ずかしくてそっぽ向いちゃうんですよね。そうすると <laughs>、はい、無視されたと、まあ、勘違いして日本人怖いってなってどんああどんどんどん萎縮していってしまうと。 そういったこう日本人をあんまり好きでなくなった嫌いになった人に日本人のために夜静かにしてくださいって通じるわけがないんですよね、まあ、そういったこう負の連鎖というのがこう回っていたというのが観光地でして、まあ、そこに対してですね、まあ、想像するのであると。 いうところで、まあ、観光地ってこう魅力的だから人集まると思うんですけども自然も建物も美しい観光地では、うん、なんか人間もいつもより美しかったらいいなってこう魅力的だったらいいのになって思ったんですよね観光って光を見ると書きますけども光り輝いてるのってこう自然や建物だけじゃなくて人間もじゃないかなと、うんはい、人間も輝けないかなと思いまして、はい、で始めたというところがあります。 知恵の遺産活動、はい、<は>具体的にはそれが何かと言いますとうん、うん、輝くきっかけづくりとその、まあ、寄り添っていくお前寄りを持っていくそういったきっかけづくりっていうのをうん、うんうん、まさに打ち手の数々になっていくわけですね。はい、そうですねこれが今日ご紹介した方<あ>打ち手ツーリストシップというところになってまいります。初めて聞く言葉ですけど <laughs> あ、はい、あのこちらですね初めて聞かれる方多いと思うんですけども造語でして。うん スポーツマンシップからら着想を得てて生ままれたたた作させいいだ言葉になりすツーリシップ観光者にもスポーツマンシップのように目指すところとかあるべき姿とかそういったものあるんではないかなというところで実はこれ定義うち決めてなくてですね皆さんにスポーツマンシップの観光版あったら何だと思うっていうのをお聞きしておりまして例えば「誇り」とか「誇りある観光」とか「敬意ある観光」とか。 文化尊重、地産地消とか、うん、思いやり観光とか皆さんさまざまなことを言っていただいてて、うん、ぜひ皆さんに考えていただきたいなとこれを聞いてる皆さんにも考えていただきたいなと、はいはい、思ってこれはですねあの観光地で一緒に輝くということなので、うん、まあ観光地に集う人観光客も住民の方も事業者の方も、うん、みんなこうツーリシップっていうのを持っていきたいとそのあるべき姿ツーリシップって何だろうっていうのは、うん、ぜひ皆さんに 考えて皆さんに定義していただきたいなと思ってますほんまですね経営とかね、はい、<laughs> もうなんかすごいわかるわ思まず人と人やからね,そうね観光の住民も観光のお客様もみんなそ,そう思います、はい、あ、ありがとうございます、はい、<laughs> ちなみにそのうち定義は決めてないんですけどもうん、うん、ツーリストシップある行動ってこんな行動かなというのは、はい あの出してまして、はい、それがちっちゃいんで読みますね。はい、<の>お願いします。誰も気づかぬうちにそっと席を譲るとか、これつるシッあるなとか。うん 目が合えば長時間待った後も爽やかに微笑むこれですね観光地って混雑してるんですよね混雑すると長時間待つんですよね長時間待つとイライラしてくるんですよねトラブルになっていくとまあいうところで何もないところでこけるみたいな感じですそうやね何もないのに何もないのにこけると同じようなことがこうイライラしちゃうと起きてしまうとなのでちょっとゆとりもとうよっていうのもまあツーリストシップかなと 他にもも溢れたゴミ箱先ほどもありましたけど、ねまあ、溢れたゴミ箱を見て自分の側はしまおっかなとか持って帰ろうかなとか、まあ、自分ぐらいはしまっとこうかなこういった考え方もツーリッシュシップかなと思いましてうんそんなこう誰か思う自然な振る舞いこういったものをツーリッシュシップかなというふうに考えて い,いいですねもう人としてすごい大事なところですよね。私たちの旅館でもそうですけどあの、まあ、その隣の人がどうしたら動きやすいかなとか、はい、もう思いやりで働きやすくなるよみたいなことが、はい、そんだけじゃなくてもう世界中で言える観光でも言えるっていうふうにどうせ考えたりするのもツールシップの1つかなと。うんうん、すごいこれあの 余談なんですけど、ここで余談あのスポーツマンシップ競技会とか、うん、そういった方とヒアリングする機会があって、うん、その方がですね、スポーツマンシップっていうのは、うん、こうヒューマンシップを、うん、ヒューマンシップ道徳モラルですね、はいうん、それをスポーツを通して学ぶんだって言ってたんですよ。<ー>あ、それ観光もじゃないかと、<ー>観ツーリスシップっていうのも観光を通して。はい ヒューマンシップも学ぶもんじゃないかなとかっていうのはっちゃいいいいなんかストンて落ままますすすねあありがとうござ重要でそんな感じですねツーリストシップっていうのはすべきマナーとかモラルマナーを禁止事項とかっていうのがやっぱりあると思うんですけどももっと楽しいことしていきたいこと輝くことってしていきたい自分が楽しむために輝いていくと思いやりなる行動をしていくというような感じに したたいいいこととにでできたらいいなと思ってです、ね、うち、んうんうん、ツーリストシップの普及をしますといろんなところで言ってるんですけど、はい、ツーリストシップの普及を通してですねここに書いたように、はい、人を思い物を思い自然を思う前をですね、うん、地域特有の文化に合わせて楽しんでほしいうん、うん、そして考えてほしいというのがあの、はい、やりたいことです,いいです、ね、どう普及って言っても結構難しいかなって思うんですけど。はい めっちゃむずいですよコンセプトを広げるって本当に難しいなというのは常に課題なんですけど一応私たちの活動の場は観光地とと教育の場メディアもしてるんですけどメインは観光地と教育の場で観光地というのは観光客と住民の方それぞれに対してアプローチしたり教育はですねまず修学旅行生さんであったりだとかあとは社会人の方観光従事者の方とか。 ワークショップとかですね。はい、はい、行っています。確かに修学旅行でいらっした方には、ドンピシャの課題でもあると思いますね。はい 修学旅行事前学習っていうのをこの修学旅行シズでも何個かさせていただいたんですけど観光地で輝いて帰りましょうみたいなというようなお話させていただいてて例えばんかご飯食べ終わったあのにお店の方に「美味しかったですよ」って声かけるだけで全然違うんですよ。それもツールチップだよねってそれ輝いてるよね絶景の前でっていうことでその多分皆さんが修学旅行で行ってうわきれい っていう絶景の前に行くと思うんですよ。うん、そこで自分も一緒に輝こうよっていうのをやろう、はい、頑張ろうとかってやってるんですけど、めちゃ素敵じゃないですか。あ, <laughs> ありがとうございます。私たちもそれ嬉しいです。<laughs> そう言ってもらえると、はい、ありがとうございます。そんな感じのことをしていたり、うん、あの観光地での取り組みだと例えばあの住民の方向けに、はい、あの恩返しプロジェクトっていうプロジェクトさせていただいてて、えー、何それ面白そう。 それがこちら見えますかね。かっこいいあ龍の絵で。ねすごいすごい画家さんに書いてアーティストさんに書いていただいたんですけど。めっちゃかっこいい誰誰ですか。稲垣さんっていうはいはいすごい人です。すごい人ですよね。<laughs> <laughs> あんな絵を描かれへんで、ね、<laughs> すごいめっちゃかっこいい。はいこの下左側の字も書いていただいて。うん、あすごいですね。はい京都から世界お返しプロジェクトって。 これ,これは昨年末に行ったんですけどコロナで、まあ、来れない状況の時に「はい、来てくれてありがとう」を届けようっていう看護客の皆さんに今まで来てくれてありがとうっていうのを届けられたらいいなと、はい、う素敵ありがとうございました。来てててねっていううのは,要はあるけど、はい、そうじゃなくて 今まで来てくれてはったことに対して、ありがとうって伝えるということ。ですねそうです、そうです。めちゃめちゃいいですね。これ、私が考えたわけではなくて、こう、いろんなヒアリングをしていく中で、あるおじちゃんが言ってたんですよ。ほう。いや、多分、来て来てじゃないねみたいな感じで、あの、来てくれてありがとうやねみたいな。で、おっしゃってたの、それを拾って、届けたいなと思いまして。あの、京都市民の方に、あの、こういう思い、もしあれば、ご賛同いただけたら、メッセージくださいというの。 させてて、いいただいて結果1,200通のメッセージ集まりましてあとこう伝統工芸、はい、あこ,うこんな感じで<お>あの招き猫とか五服五服はいあの、比叡山延暦寺の開講院さんってところから角田石の,ごふあの、えっと 神う呉服とかあみたりとかデンのストラップとかいろんなものをだきました西陣織京都の伝統産業の品々みたいな西陣織ごいとかいろんなものあとお土産屋さんからマスクとか。 はい、皆さんからメッセージ1200、うん、通といろんな20ぐらいのグッズをあの皆さんからお預かりさせていただいて、はい、いいそれをあの和菓子屋さんのある西陣の和菓子屋さんの箱の中に全部詰めさせていただいて大使館にお送りしたんですけど、うん、面白いろっ、ふだやったら和菓子入ってる箱に、はいはい、ぐお手紙と。素敵やなーこれ、今までやったことがないらしくて和菓子って、うん、の箱って和菓子の顔になるので、うんはい、自分のお菓子が入れちゃいけないらしいんですよ。その 小集慣としてなんですけどもうこの今回の企画には賛同するからということで特別に許していただいたっていうところ本当にありがたかっためちゃくちゃレアなすごいですねさっき国旗がたくさん見えてたんですけどここは感じで送らはった送って国旗の掲載も許可いただいた掲載許可もないとそれはダメですよね。ちょっっとと難しいのでてここもう リレーション取ってというかコミュニケーション取って送ったことに対してお返事いただけるようなそうなんですね。こことかやり取りさせていただいてその後もこれ結構前にさせていただいた年初ぐらいまでだったんですけどもう半年以上前なのでその後にコロンビア大使館と交流イベントしたりとかミクロネシア大使館と交流イベントしたりとかその大使館とのつながりを生かしてこの京都の人とのつながりっていうのを。 作っていけたらなっていうので、すごいですね、その送っておしまいじゃなくて、そこからもご縁がつながって。それ続けてらっしゃる、これ、今板反応は、移った反応は、地元、き京都の。京都の、はい、この子供たちには、あの、ありがとうの気持ちを込めて、龍の絵を描いてもらったんですよ。これぐらいの紙に、可愛らしいかったんですけど。それちょっとデータないんですけど、すみません。それ、なので、今度ミクロネシアから挨拶っていうので。 あの大使大使の方からミクロネシアの説明をしてもらってすごい可愛かったんですけどミクロネシア大使に質問ありますかって園児がですね手挙げてミクロネシアにカタツムリはいますかかわいい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 よそうなんですよなんですけどその返答がいます食べてます。 だいぶ面白い交流会になりました。<laughs> 大人面白いけど、<laughs> お子さんびっくりみたいな、高額っていう感じで。いこんな感じで、異文化交流、初めて異文化交流なので、うんでね、子どもたちからしたら。とか、まあ、その後に、こうツールシップって、お互いに寄り添っていこうよっていう話を、はい。まあ、させていただいてるっていう感じですね。素晴らしいです。まあ、それ、広がりはどうですか、もうだいぶ活動としては、コロナに入っちゃって。はい あの思ってた環境じゃない中での普及って結構大変かなと思うんですけど、はい、そうですね、うん、あの基本的にツーリストシップって、うん、オーバーツーリズムっていう目の前の現象があるから、うん あやろっかなっていうふうに、こう必要性を感じてもらうんですけど。オーバーツーリズじゃなくて、今も過疎過疎過疎みたいな。そんな中で、ツールシップって言っても、もうなかなか難しい部分はあるはあるんですけども。まあ、コロナ落ち着いたらですね、またこう世界規模で、あの観光客増えてますから。もっと大変なことになってくるというので、あの下準備をさせていただいていまして。素晴らしいですね。実はあの京都でツールシップの証って、今お手元に、私これはね、大好きでした。 実は自分倒してずっと聞いてるみたいなこれ見えるかな「<laughs> あの今日組紐でツーリストシップの証」っていう <laughs> あの誰か思いやるきっかけ作りとして証し作ってるんですけどもありがとうございますそれのこれは昨年から今日ではあるんですけど次奈良バージョンが11月1日から発売になりまして。 なんかかま,まになんか入ってますね、はい、<laughs> 鹿の角と和紙の原料コードというものが入ってまして<ー>、まあ、皆さんの,あの誇りになるようなものができたんじゃないかなとは思ってましてこれはつけてるとツーリストシップを考えてますよとかそういうアピールにもなる感じかなと思ってつけてるんですけどそ、はい、それでで間違いなさそうですかもちろんでございます。<laughs> こ、はい、これあ<の>どでで手に入るんでしたっけえっとですねあのホームページ見ていただけたらありがたいんですけどネットでも買えるあ最近オンラインはちょびっと始めたんですけど、はい、メインはですねやっぱり京都に来てその,場その地で買っていただきたいっていうのがあるので、はい、都店さんはじめとしてさまざまなあのゲストハウスさんカフェさん等であ<ー>あのレストラン等であの販売しておりますのではい、はい、ぜひ あの見ていただけたらありがたいです。めっちゃ可愛くて <laughs> で、これはちょっとこう落ち着いた色にしてるんですけど、本当に可愛い、カラフルないろんな色があって、はいで、長さがここの組紐ここキュッと縛ることで長さの調整できるんですよね。はい、そうなんです。で、こうマグネットで、からあのかなり素敵やし、なんか身近にこの組紐も。 つけてるだけで心を楽し、踊るみたいな。ありがとうございます。着物にも。そうなんです。違和感、着物でも違和感ないから、私ほんまつけさせてもらってて。ありがとう。ございますよかったら。はい、あのツーリズシップのきっかけとして。なんか。はい。マタリティーマークとかって、こうつけた人ではなくて、その見た人が席変わると思うんですけども。ツーリシップなんかしら、つけた人がぜひ席変わっていただくとか。まあ、行列でもゆとり持ってもらうとか、そういったことを、こう自分から。 ていく自分へのきっかけ作りとしてなんかつけけてていただけたらいいいたただらなと思ってますす、うん、いいすごいですこれから本当に観光って戻られるっていうのは、まあ、体感としても実際あってお客様今11月とかのご予約も、まあ、昨年比べた7割ぐらいなんですけどやっぱその時に前みたいな,なんかお客様がこうストレスいっぱい「もうめっちゃ混んでた」って言うて旅館に戻られるっていうよりはなんかすごい混んでたけど。 こういう方がこういうふうに席譲ってくれはってねとか、そんなんでほっこり帰ってきてくれはったらいいなって。思いますね、うんうん、事業者としても、はいあ。ありがとうございます。<laughs> <え>そうですね、そんなこう、うん、なんか思いやりとかがある振る舞いっていうんですかね。うん、そういったもので、こう輝く人がたくさんいたら、観光ってもっとこう、はい、魅力的な空間に。輝く空間になるかなと思ってます。うんうんうん、すごいですね、もう、なんか結構終盤にはなってきちゃったんですけど、もし。感想とかあれば。 あのコメントでいただければめちゃくちゃ嬉しいですしさっきこれリアルだったんですけ感想とか質問とかあればですし、はい、あのこの放送後でも多分福田さん福ちゃんは答えてくれはると思うので<あ>よかったら「ハッシュタグ打ち手」でコメントいただければと思います。あ,ありがとううございます 言うてるまず今日はあのツールシップって言葉ぜひ持って帰っていただきたいなというのとうまあ11月1日から奈良もあの<う>させていただいたりと今後さまざまな都道府県あの47都道府県で展開していきたいなと思っているのでぜひうちの都道府県もっていう声あればご<ー>連絡いただけたらありがたいです。 あとあのちょっとだけ、うちダイドドリンクさんがあのスポンサーついてるんですけど11月15日ぐらいにですね祇園のところでもあのコラボ自販機というところでこのブレスレットが自販機の中に出てくるっていうのがはいあのできますのでプレスリースも結構出すのでもし見かけたらあこれだと思っていただけたらありがたいなといいえ。それは ジュースと一緒に出てくるんじゃなくて、もう単体で、単体で、出ます。はええすごい。その自販機のラッピングっていうんですけど外装、はい。もう今回のツールシップのもうコンセプトの外装にさせていただいたんで、めっちゃ気になる可愛らしい。それ先ほど出てたイラストがベースになってるのかな。そうですそうです。めっちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。結構私も好きなんですけど、出てくるかな。 これ、この子たち。あ、可愛い。めっちゃ楽しみ。はじゃ、プレスリリースを楽しみにさせていただいて。あの、見かけたら、あの、端から買うようにします。ありがとうございます。あ、りがとうございます。本当か、言うてる間、本当にあっという間の。三十分でございまして。あの。最後に、まとめとして。は一分ほどで。お話しいただければと思います。 あまとめとして、はい、難しいですが私どもツーリショッシップっていうものの普及を行っておりましてそれはこう私自身大好きなまあ観光旅行っていうのは皆さんのこう、うん 見識見聞っていうんですかね。広めるすごく大切なまあ、価値観も多様になりますし、心豊かになる。そういったものを少しでもこう。みんながもっと楽しんでもらうためにツーリーシップってものを普及していきたいと思っているので、はい、皆さんもぜひあのツーリーシップを意識して観光をしていただくと、もっと楽しめるかなと思います。はい、まとめられてます。<laughs> え、バッチリすごいです。もう本当に私たちもツーリストシップ。あの観光事業者としても、私も京都の1市民としても。 で京都から出てどっかに旅に行く時にもあのこのブレスレットはつけてツーリストシップ意識して生活していきたいなって思います。ありがとうございます <laughs> 福田さん今日は本当にありがとうごござざいいいままししたたここちらこそありがととうございまというわけで今回が最終回ということで、はい、本当に最後のゲストっていうのは一緒に未来の観光を作っていくっていうそんな福田さんにかなり前からねオファーはさせていただいてこれから一緒にあの明るい観光 から世界未来明るくしたいなっていうふうに思っていて本当に素晴らしいゲストやったなというふうに思ってますありがとうございます最後ということなんで少しだけお時間いただいてご挨拶差し上げたいと思ってるんですけれどもあの本当に心から感謝申し上げたくてですねあの今までのこの打ちで会議をご覧いただいた皆さん本当にありがとうございましたで福田さんはじめご出演いただいた皆さん本当にありがとうございました。<laughs> そしてです、ね、このスタジオをご提供くださったクロッシング京都新聞スタジオ様、本当にありがとうございました。あのこのスタジオはとってもとっても使いやすくてです、ね、恵比寿川からすまあの場所もすごくいい場所にありましてあの、プロフェッショナルなディレクターさんが教えてくれはったりするので、ぜひホームページご覧いただければと思っております。そしてです、ねえっと、こちら、うち手会議、スターマーク株式会社、えー、マークさん。 京都版ということで12回お任せくださってどうもありがとうございましたあのスターマークさん、えー、マークさんは本ちゃんの本ちゃんあの <laughs> 打ち手会議の <laughs> <laughs> あの本間門の方 <laughs> 本家か本家やったはるので毎週水曜日の、えー、お昼くらいからスタートしたはるのでよかったらそちらをご覧いただければというふうに思っておりますそしてですねあの。 いつも12回ディレクションしてくださった森山さん、も森森先生、<laughs> あそこで手振ってくる <laughs> あの森森先生も大変面白いカラフルスペースっていう番組を持たれていたりすごく面白い方でした本当に、えー、心から感謝申し上げますどうもありがとうございましたあの今回のうちで会議を通して私自身もいろんな気づきや学びややる気をいただきましたのであの本当に感謝しておりますえっ、ー、と皆さんも多分ここにご出演 いただいてない方々につきましてもきっと打ち手、えー、持たれていてされていると思います。きっと未来がそんな打ち手から明るく素晴らしいものになると思っておりますので、えっ、ー、とぜひみんなで打ち手いっぱい作っていきたいなと思っております。あのー、もう最後になりましたが、またもう最後しつこいぐらいありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい、それでは、えー、また皆さんと渡前旅館で。 お会いできればと思っておりますそれではどうもありがとうございました